スマホやインターネットの普及によって増えているゲーム依存について今日は考えます。まずはその兆候を見てみましょう。こちらに特徴的なものを8つ挙げました。例えば使用時間がかなり長くなった、夜中まで続ける、朝起きられない、注意すると激しく起こるなどで、意識をしても変えられない場合、ゲーム依存が疑われます。誰にでも起こる可能性がある病気ですが、最近では小学生以下の子どもたちがなるケースが急増しています。依存が進行しやすい夏休み、家族や周囲が気をつけるべきこととは。年間3000人近いゲーム依存の患者が訪れる横須賀市の栗浜医療センター。先月10日に開かれたのはネットゲーム依存の家族向けのワークショップ。うちの息子も、長いことやっぱりゲームをやっていて、生活のリズムが、やっぱり乱れてるんですね。ゲームやネットに依存する子どもを抱える保護者20人が参加し、同じ境遇の仲間と情報を共有したり、過去に依存に苦しんだ当事者にアドバイスを求めたりと、今悩んでいることを率直に打ち明けます。ご飯はちゃんと食べれてました？俺は全然食べれないです。今もなかなか。あ、そうですね。こういった時にあまりご飯食べないよっつって降りてこいよとかっていうのは、やっぱりそういうのって苦ですよね。苦しいですね。苦しいですね。あ、なるほど。理解しに行ったりとか、同じようにその本人の心に脅威するみたいなことをしたいなって今日改めて思ったんですけど、なんかそれってどういう手法があり得るのかなとか。東京都から参加した A 子さん。ゲームにのめり込んでしまったのは小学4年生の娘で、1年ほど前から不登校に。取り上げようとすると大声で怒鳴るなどするようになり、子どもとの接し方を模索しています。 A 子さんの娘に限らず、実は最近小学生といった年齢の低い子どもたちがゲーム依存を疑い病院にかかるケースが増えているといいます。12歳以下の患者さんたちの割合って見てみると、2016年はゼロだったんですよ。ところがその後ゆっくり上がってきて、2020年から急激に上がってですね、今だとだいたい 20% ぐらいなので、まあ、5人に1人ぐらいは12歳以下。改善していく時のキーポイントって、ね、本人が自分の問題を自覚して自分でまあ努力していくという、そういうふうなことがまあとても大事なわけだけれども、小学校の子どもたち、あるいは場合によっては乳幼児にそういうふうなことは期待できないですよね。で、実はこれがとても大きな問題でして、こう若年化に関してはやっぱりすごく強い懸念を私は持ってるし。自由な時間が増える夏休みは特に依存のリスクが高まる時期。樋口院長はゲームの使用ルールを家庭でちゃんと決めること、そしてネットに関する教育を学校でも進めることが必要だと訴えます。ゲームのスキルだけど、この使いすぎでどんな問題が起きてくるかってことも、まあ、ちゃんとやっぱり教育していくっていうのが大事だと思うんですね。学校では予防教育、家庭ではルールを決めていくっていうようなことを、まあ、していくことをぜひ推奨したいですね。